テイク30ぐらい頑張りましたんで、ちょっと遅くなってしまいましたんで、頑張って編集の方して、なるべく早く配信の方したいと思います。お疲れ様でーす。KT です。今日は3月28日ということで、本日もカープラボをご視聴いただきまして、ありがとうございます。セントラルリーグ開幕まであと3日、それからプロ野球開幕まではね、もう2日というところまで迫ってきまして、各方面でプロ野球開幕に向けて、盛り上がってきてるなというふうに感じております。はい、そんな中今日はですね、こちら、ドンということで、里崎チャンネルさんが、動画更新しておりまして、里崎さんですね、セントラルリーグの、順位予想というのを出しておりました。はい、もう本当にね、数時間前の出来事なんですけども、自分もね、チラッとチェックの方しました。はい、そこですね、里崎さん、優勝予想、セリーグの、今年の優勝予想は、広島カープだというふうにおっしゃっておりまして、非常にね、嬉しかったですね。まあ、概要欄に URL 貼っておきますんで、まだチェックされてない方はぜひね、チェックしてみてください。まあ、里崎さんですね、もともと広島カープに対するね、評価は高くしてくれておりまして、今年の正月の時点で出した、順位予想でも3位予想ということでですね、まあ、軒並みですね、プロ野球の解説者ですね、今年も、最下位予想と、去年に引き続きまして、最下位予想というのが多い中で、里崎さんは、広島カープを優勝というふうに予想してくれました。まあ、これはですね、まあ、解説者の中でちょっと目立ってやろうという形で逆を張ったという考え方もできなくはないんですけども、まあ、シンプルにですね、我々ファンはこの予想を喜んで、選手の皆さんはこれを一気に感じて、今年1年シーズンをね、頑張ってやっててほしいなというふうに思います。で、その他でいきますと、同じくですね、カープ応援チャンネル、やっておられます、北ヘフさんですね。こちらの北ヘフさんも、開幕に向けて、開幕スタメンを予想という動画の方を出しておりましたね。はい、まあ自分もね、開幕スタメン、オーダーのね、予想動画作ろうかなというふうに思ったんですけども、もう今年のね、このオープン戦の流れ見ておりますと、もうちょっととてもじゃないけど予想できないなということで断念の方しております。1戦目ですね、小川投手投げて、2戦目ピーターズ投手かな。で、これでまた左に変わりますんで、もう1戦目と2戦目でね、オーダー変わる可能性もありますし、また3戦目になってもいじる可能性もあります。それからまたカードが変わってタイガースになったら、オーダーがね、変わるということも考えられますんで、ちょっとね、開幕初戦だけのオーダー考えるのもね、ちょっと難しいなということで、ちょっと開幕スタメンという予想動画は、今回は断念いたしましたということですね。まあ、今日は、こちらの動画、ドンということで、開幕1軍決定ということで、まあ、日曜日かなのソフトバンクの試合が終わった時点で、今日のメンバーで開幕行くというふうにね、発表の方されていたんですけども、今日のメンバーって結局誰ですかという感じでね、疑問が残るんで、その辺をね、今日はちょっと自分なりに、分析、解析していきたいなというふうに思います。まあ、野手の方はある程度ね、人数的にもシーズンでね、使う人数と、バランス取れていましたんで、野手の方はね、まあ、そのまま開幕チームでいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、投手のところを見ていきますと、まあ、その日投げたピッチャーだけで行くと、全然ね、本来ベンチに入るべき人数にはね、足らないですし、逆に、3連戦ですね、金、土、日のソフトバンク3連戦を、投げたピッチャー全部入れますと、枠のね、人数から溢れてしまうということで、結局じゃあ誰が、開幕のね、1軍メンバー、そしてベンチにするんだというところは、ちょっとね、謎に包まれておりましたね。自分なりにね、ちょっと人数も考えながら、考察してみましたんで、ちょっと皆さんもね、一緒に考えてみてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、こちらのチャンネル、広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、一緒にカープを応援してくれる方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、で、今日はですね、開幕1軍メンバーを、考えてみますので、またね、皆さんの中でも、この人はいるんじゃないか、こいつはちょっと外してもいいんじゃないかなと、こいつって言っちゃ失礼ですね。この選手は、外してもいいんじゃないかなというところがありましたら、コメント欄に残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入っていきます。まずはじめ何点か確認事項がありますので見ていきます。こちら、ドンということで、1軍選手登録はですね、全部で31名と、なっております。そんな中でベンチ入りすることができるのは、26名となっておりまして、5名の選手は、1軍選手登録はされていても、ベンチ入りすることができないというルールになっております。またですね、こちらは、先発しない先発ローテーションピッチャーですね。まあ、大体今、6名のピッチャーで先発ローテーションを回すんですけども、まあ、1人が当然先発するので、残りの5名はですね、投げることは絶対にないということで、この5名をベンチ
チから外して、このルールを満たしているというチームが多いのかなというふうに思いますんでね、まあ、このように理解していただければ大きな、間違いはないのかなというふうに思います。はい、ただですね、現状といいますか、先週のソフトバンクとの3連戦で、まあ、出場した選手というのをカウントしますと、まあ、29名の選手が出場した、まあ、先発は同じね、3戦で1人というふうにカウントしますと、まあ、29名の選手が出場したのかなというふうにカウントしまして、そうなりますと、ベンチ入りすることが26名に対して、3名多い29人の選手ということになりますのでね、ここの3人を削る必要があるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、冒頭でも、ちょっとね、触れたんですけども、まあ、今日のメンバーで行くよというのは結構ね、曖昧な表現だったかなというふうに思いまして、まあ、サムネイルはね、ちょっと大げさに、ここには嘘があったと、開幕1軍メンバーは、嘘があったというふうにね、表現の方はさせていただきました。まあ、ただですね、開幕といいますかね、プロ野球開幕しましても、先発ピッチャーですね、ここいきなりね、初戦で登録する必要はないので、投げる日に登録、その分誰かを外す、投げる人を次の日登録、で、誰かを外す、みたいな流れになりますんで、5名の選手はね、中継ぎピッチャーであったりとかね、野手を手厚くするね、手厚く登録することができるということになりますので、まあ、物理的にはね、開幕一軍メンバーなんだけど、事実上は開幕一軍メンバーじゃなかったという選手がね、5名ぐらい出てくるということになりますんで、この選手は誰になるんだというのは今日ね、見ていきたいなというふうに思います。はい、それでは実際にですね、先週のソフトバンク戦に出場したメンバーをもとに、ちょっとね、一軍のメンバー見ていきます。こちら、ドンということで、まあ実際に出場したメンバーできますと、まあ、先発投手はね、ちょっとここは代表で大瀬良さん書いてあるんですけども、まあ、こう1人とカウントして、実際に投げた、ピッチャーできますと12名、それから野手の方は17名となっておりまして、まあ、野手の方は、おそらくね、登録されるメンバーも17名というふうに考えまして、ここはね、あまり深く考えなくていいかなというふうに思うんですけど、ピッチャーの方ですね、まあ、実際は9名なのか10名なのか、もしくは8名なのかなというところで回すと考えますと、まあ、3人か4人というのはこの中から削っていかなきゃいけないというふうになっております。はい、で一番右のところでいきますと、先発しない先発ローテーションピッチャーですね、でベンチ外というふうに書いたんですけども、まあ、床田さん、玉村さん、久美さん、遠藤さん、アンダーソンさんというふうに書いたんですけども、なんとアンダーソンさんがですね、しれーっと開幕ローテ6枚目の、確定を出たと、もらったという形になっておりまして、まあ、先週先々週とね、あんまりピリッとしないピッチングだったような印象を持っているんですけども、まあ、なんと開幕ローテーションね、6枚目をゲットしたということになっております。まあ、今週ですね、もう一回ソフトバンクとのね、2軍での試合に投げて、そこの結果を受けて、まあ、他ですね、増田投手もですね含めて投げて、結果を見て決まるのかなというふうに思ったので、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、こうやって思った方は多いかと思います。こちらドンということで、増田はということですね。はい、増田投手のピッチングの結果を見ずに、アンダーソン投手がね、開幕ローテーションの6枚目を掴んだということになりますね。ちょっと驚いたんですけども、残念ですね。はい、で、まあ、増田投手といえば、まあ、今日ですね、2軍の方で投げておりまして、4回を4安打3失点ということで、まあ、最後のね、4イニングス目に捕まったということなので、まあ、別に悪い内容じゃないかなというふうに思いますし、まあ、少なくてもね、アンダーソンさんとはどっこいぐらいのね、成績だったんで、もう1試合ね、アンダーソンさん投げさせて、いいか悪いかで、決めてもよかったんじゃないかなということで、せめてね、今日増田投手が、投げるまではそういう発表なくね、増田投手のモチベーションをね保たせて投げさせてあげてほしかったなと。もう先発開幕ローテ外れたわっていう状態でね、今日のピッチングするというのは結構辛いもんがあるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとかわいそうなね、気もしました。はい、で結局増田選手どうするのということで、まあ初めはですねリリーフで結構いい感じで投げていたにもかかわらず、森下投手がですね開幕間に合わないというところを受けまして、まあ慌ててね、増田投手も先発適性あるんじゃないかなということで投げさせたんですけども、まあ結局ね先発ローテにも入れてもらえない、中継ぎでもベンチに入れない、だったら最初からね中継ぎ続けとった方が開幕一軍入れたじゃねえかというふうにね思う方も多いと思うんですけども、結局ですねこの後増田投手はどうするのか、で森下投手もね、まあ、1ヶ月ぐらい経てば復活するというふうに考えますと、このまま2軍で増田投手を先発として投げさせるのか、まあ、結構ね状態の厳しい中継ぎの中に増田投手をね加えるというのも1個の手なのかなというふうに思うんですけど、今日はね4イニングを投げさせたということで、増田投手をこのようにこの後どのように扱っていくのかというのもちょっとね不透明になってきたなというふうに思います。まあ、さらにですね森下投手が復活した後ですね、まあ、ここ誰を外すのかというふうな形になるんですが、仮に玉村投手とアンダーソン投手が同じような、結果ですね、まあ、1ヶ月なんで4回ずつかな登板があって、まあ、同じ1勝2敗、
1勝2敗で防御率も3点台中盤という形になった時ね、ここはですね当然ですね玉村投手を残してほしい、将来性を見越して玉村投手を残してほしいんですけども、まあ、今回の増田投手対アンダーソン投手の最後の結論ですね、でアンダーソン投手がバット特に目立った成績も出さなかったけどアンダーソンさんが残ったというのを考えますと玉村さんがねこの後森下投手が帰ってきたら下げられるのかなというふうに考えますね、ちょっと怖いなというふうに考えておりますんで、まあ、そこはですね本当に結果重視で誰を外すのか、そこがね、まあ、大城さんになってもしょうがないですし、あの栗さんになってもしょうがない、床田さんになってもしょうがないですので結果重視で森下投手が帰ってきた時は入れ替えをね行ってほしいなというふうには思います。はい、ということで増田投手もですね中継ぎに含めまして先ほどの表をもう一度出してみたいと思います。こちらドンということで、まあ、実数が13ということに増えましたね。ここからね4名の選手ピッチャーを中心に減らしていくところを確認していきたいなというふうに思います。なのでまずはじめですね序列、中継ぎピッチャーの序列をねもう一度確認します。こちらドンということで、まず勝ちパターンで使えそうなピッチャーでいきますと、まあ、松本投手、川野投手、それからターリー投手ですね、でまあ栗林投手は当然いるということで、まあ、こちらの4名がね外れることは絶対ないというふうに考えます。はい、でそれから戸根投手ですね、こちらもオープン戦の防御率は0点ですよね、 0.00 ということで当然ね外すことはできないですし、まあ、開幕カードスワローズ戦で村上選手なんかもいるし、去年ねカープの中継ぎは結構村上選手にやられたということもありますんで必殺枠というところで戸根投手はね残したい。でそれからまあロングですね、複数イニング2イニングだったり3イニング投げてほしい枠としまして、まあ、黒原さん、それからアドバさん、増田さんというのを残しますと次のメンバーを外していく必要があるということで、ちょっとね順番を決めましたんで見ていきます。こちらドンということで、まあ一番ですねやっぱり中崎さんはねやっぱり状態良くない、まあ実力なのかちょっとね劣ってきたのか分かんないんですけども、結構打たれたというシーンが多かったんで、まあまず一番初めに外れるのは中崎さんかなというふうに思います。でその次ですねやっぱり安定感に欠くケムナさん、もうちょっと厳しいかなということで2番目に入れさせていただきまして、まあ3番目の森浦さんですね、まあ今日のニュースで2軍降格というのが確定したということになっておりますんで、まあこのね3名が外れてくるのかなというふうに思います。でその下ですね、まあ、野手の方に行きまして、まあ、相澤さんですね、オープン戦も結構思ったより、ね、チャンスもらっていまして、打率も1割5分4厘だったということを受けますと、なかなか、ね、1軍で使うところないんじゃないかなというふうに個人的には思っております。で、まあ、捕手を、ね、3人敷くという体制が結構近年は、ね、多いんですけども、まあ、ここはですねあくまで捕手の打力が良くなくて、終盤ここ一番代打を出したい、でその後ね守備から2枚目のキャッチャーを入れる、そうするとこのキャッチャーに何かあった時は大変だということで3枚目のキャッチャーを準備する必要があるということで捕手3人制を引くところが多いんですけども、まあ、坂倉さんはですねバッティング当然ね代打を出す必要がないバッターでありますので、まあ、基本的にはフル出場で出てもらおうということを考えますと、そのバックアップをね1人いれば十分ということで、まあ、坂倉さん、石原さん、もしくは坂倉さん、磯本さんというね捕手2人体制でも十分なのかなというふうに考えますと、もうここはですね相澤さんをワンチャン外してもいいんじゃないかなというふうには自分は考えております。はい、その下でいきますと堂林さんですね、こちらはオープン戦苦しんでおりまして、0割9分5厘、なんと打率が1割ないという成績なので、まあ、ここはね外してもやむなしということなんですけど、まあ、堂林さんですね5打席連続三振した後に、勝ち越しタイムリーを打つとか、全然タイミングが合ってなさそうな割には代打でホームランを打つみたいなね、ちょっと奇想天外な活躍を見せてくれる勝負強さもあるということで、まあ、代打のね一つのピースとして残すというのも考えると、まあ、序列としては5番目ぐらいなのかなというふうに考えます。はい、そして最後6番目ですね、まあ、ここはちょっと無理やりなんですけども、まあ、島内投手もですね、まあ、いい時はね結構めちゃくちゃいいピッチングをするんですけども、まあ、良くない時のねこの差があるということで、他のね、ピッチャー陣と比較すると安定感に欠くということで、まあ、6番目の、島内投手というのも書かさせていただきました。はい、こんな感じでね、まあ、開幕1軍は決まったとはいえ、決まった中でですね、外してい いかなきゃいけない選手もいるということで、順番の方を決めていきました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもですね、まあ、この選手はね、ちょっとまだ1軍じゃ厳しいんじゃないかなとか、この選手は絶対残しておいた方がいいという選手がいると思いますんで、そちらをコメント欄で残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、というわけで本日も、最後までご視聴の方ありがとうございます。残すところあと2日、3日と、なってきましたので、またですね、明日明後日は、開幕に向けて、なんかワクワクする動画を作っていきたいというふうに思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、通知ベルボタンも押していただいて、待っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日ちょっとね、配信の方遅くなってしまいました。結構ね、テイク30ぐらいやりましたね。結構今日は複雑な動画となってしまいましたんで、テイク30ぐらい頑張りましたんで、ちょっと遅くなってしまいましたんで、頑張って編集の方して、なるべく早く配信の方したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日はですね、開幕に向けて頑張ろうということで、終わりたいと思います。やっちゃおうや。はい、ありがとうございました。失礼します。編集頑張ります。